子どもの歯を磨くとき、ママの顔は怖い？シャボン玉石鹸プレゼンツ、はるはる。福岡市にお住まいのともこママと直人くんと、4月に生まれたばかりのキサちゃん。直人くんは新幹線が大好き。ママにはこんなお悩みが。直人が歯を磨いてくれません。どうしたら磨いてくれますか？アドバイスしていただくのは、福岡市にある二月子ども歯科の二月雅人院長。子どもたちに大人気の優しい先生です。3歳近くまでは自分で歯磨きはしたがるんですけれども、仕上げ磨きを嫌がるのがむしろ普通なんです。歌を歌ったり、ぬいぐるみや歯磨きビデオを利用したり、お兄ちゃんお姉ちゃんの歯磨きを見せるなどして、楽しい雰囲気で磨いてあげてください。そうなんですね。先生、歯磨きのポイントも教えてください。はい、まずお子さんを仰向けに寝かせ、頭をお母さんの膝の上に乗せると安定してお口が見やすくなります。さらに指で唇をめくると磨く歯がよく見えるようになります。歯よく見える。 1,2 歳頃は歯磨きのポイントは上の前歯です。ここがなんとか磨けていれば大丈夫です。歯ブラシは軽い力で小刻みの横磨きが基本です。強い力でゴシゴシ磨いて嫌がっていることもありますので、注意しましょう。どこをどんなに磨くか分かると手早く磨いてあげられます。それから歯を磨いてあげるときに、磨くことに集中しすぎて怖い顔をしていませんか？いつも笑顔のお母さんがそんな顔してたら誰だって怖いですよね。リラックスして笑顔で磨いてあげましょう。また歯磨きが終わったら褒めてあげることも大切です。よくできたね。先生ありがとうございます。歯磨き大好きです。番組では子育ての疑問悩みをお持ちの出演者を大募集。 TNC ハグハグからご応募ください。